車椅子ドラマー高典。皆さんおはこんばんちは、車椅子ドラマーの高典です、ついにですね、このチャンネルがですね、チャンネル登録、300名をね、達成しました。ありがとうございます。本当にね、嬉しいです。ありがとうございます。あの普段ね、 YouTube とかねご覧になってる方々にとってはね、300名って少なくないっていう感じだと思うんですけどもね、いやいや僕にとってはですね、本当にもう大きなことでしてね、100名いったらすごいなって本当に思ってたんですよ。でね、あの数あるまあね、こうドラムのなんかのね YouTube なんていっぱいあると思うんですけど、の中でね、この障害者のねドラムなんかって言っちゃったけどね、をね興味を持っていただいてね、登録していただいたのもね、本当に、ね、あの心より、感謝しかありません。ありがとうございます。本当にね、いつも、応援していただいてる、サポートしていただいてる方々にはね、本当に感謝しかないですかもね。はい。で特にね、本当にもう常連様っていうかね、本当に特にこうコメントなんかね毎回残してくださる方々はね、本当にねいつもねコメントを読むためにね嬉しくなってます。はい。ちょっとね、ご紹介させてください。あのあいうえお順ですけどもね、いつもね、本当に応援ありがとうございます。愛さんですね。愛さんね、本当になんかもう最初なんかドラムそうでもなかった感じしたんですけど、なんとね僕のチャンネルを見てドラムを始めたどころか自作で購入して自作に置いてるって話でですね、これね本当にすごくて、昔僕はね僕の楽器かなんかを見て少年たちがなんか始めてくれたらいいなっていう夢があったんですけど、まさかねここで叶うとはね全然思ってなかったんで、本当に嬉しかったです。ありがとうございました。本当にありがとうございます。アイさん、そしてね、ケイズさん、いつもねもう体の心配もねありがとうございます。本当にやっぱりね経験者の方なんで、もうこと細かにねドラムのこととか、感想いただいてね、すごく、嬉しいなって思ってます。またねケイさんのお好みの感じでね激しく叩きますからねはい。でね、あのではマミさんですね。マミさんもねなんかあんまりドラムわかんねえよっていうね感じだったと思うんですけどね、毎回ね本当にコメントを残していただいてね、なんかとにかくグレーとかねお好きなようで、またなんかグレーのネタがあったらやると思います。はい。それでね、皆さんですね、皆さんはね本当にこれはねもう僕がギタリスト、現役ギタリスト時代からね、あのライブまでね足を運んでいただいてね、未だにこう応援していただいている本当に貴重な、方でございますので、ね、本当に感謝しかないです。まあこれからもねよろしくお願いいたします。はい。それでですね、あとはこのチャンネルをね、アイコンですか、アイコンとか、アシスタントね、読みあげこさんっているんですけど、そのキャラクターデザインをね、してくださってる僕の友達のね、デザイナーっていうかイラストレーターっていうかね、あのからすみインコちゃんっていう方がいましてね、本当にねもうこの方のおかげでですね、チャンネルが華やかになりました。あのね、あのからすみインコちゃんの LINE スタンプがね販売してるので、あの僕のチャンネルのコミュニティにねありますので、ぜひぜひ覗いてみてください。めちゃめちゃゆるキャラで可愛いですよ。はい。そんなわけでですね、もろもろ感謝を込めまして、太鼓をね、叩かせていただきます。でですね、いきます。
はい、というわけでございましてね、感謝の気持ちを込めて、ドラマを戦わせていただきました。はい、というわけで、これからもですね、車椅子ドラマをね、ぜひともよろしくお願いいたします。なわけでございまして、本日もご視聴ありがとうございました。車椅子ドラマ高典でした。おいじゃあ、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。